さあ、続いてもですね、皆勤賞の方でございます。今年もすごいです。見てみましょう。こちらです。はい。長い。すごい。長い。あ、すごい、すごい、すごい。ああ、最後の、ああ、不協和音、ね、いいですね。不協和音のサイレン、かっこいいですね、なんか。かっこいい。あ、こういう表現の仕方もあるんですね。なんか、だんだんよからぬ方向に進んでってるなぁと思いまして。なんか、自分で言うのもあれなんですけど、なんとなく、なんか、若干リキーチイズムが出てきてるな、みたいな。ダメな遊びを教えてしまったような気がしてすごいなんか弾けてましたね、なんか ねもう画面上でね本当にくる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 って回っちゃってね、はい、やっぱ初回大会から添い寝してる自分がバットを持って、でしたね、打席に立ってるっていうのをね、やってもらっていたんですけど、はい、なんかとうとう次の次元に行ったなという気がいたします。ちょっともう一回見てみましょうか。はい、いやー回ってる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 見たことあるなこの回り方すごい分身もしてるし分身もしてダブルで撮って分身さんからのこの不協和音、いやいいですね作品として素晴らしいですよこれは。画面が賑やかの楽しいですし、ね、もう音声も素晴らしいですし、音が負けてないっていうのがいいですよね、うん、絵の力に。そうなんです、アサル様もいろいろね普段の配信からも工夫されてるので、うん、どん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 進化していらっしゃって、うん、でも結構やっぱり忙しかったりちょっと喉の調子悪かったりで今年はちょっとオファーを迷ってたんですけれども、この間レイドロのイベントがあった時にそれサイレンごめんねっていう風に言ってて、それでオファーをかけたらちょっと前日とかだったんですけど、ごめん誕生日でラーメン作ってたって言いながらこれを送ってくれたんですよね。天下一品作ってたごめんすぐ送るねって配信されてます、いらっしゃいましたね、そうだラーメンの配信そんな中でそんな中でもう天下一品のやつが来たということでいやお上手ありがとうございます。いやレイドロの絆もねここで、ね、やっぱレイドロの活動もやっぱり必ず生きてますこういうところにですねさあでは続いて